劇作家、舞台俳優、詩人。ちなみに、当時の曲集、イートン・クワイアブックに作品が載っているのは、おそらく同性同盟の父親である。ヘンリー7世と、ことに、ヘンリー八世の知性の下で、イングランド宮廷における音楽活動を体験し、宗教曲だけでなく、宮廷社会の娯楽となっていた世俗的な意味合いの音楽の創作も手がけた。とりわけ、 ヘンリー・パッセイの調和養け宮廷内で高い報給を得るとともに、1513年に終身王室教師に任命され、宮廷学団から退任後は、ケント州の辞書ガッと、ハイルデンを送られた。コーニッシュは、宗教曲の他に、いくつかの世俗音楽も作曲しており、世俗歌曲の歌詞は大抵自作であった。コーニッシュの作風は、フランドル学派の作曲様式に近い。 英語のアンセム、悲しい性揃いウォーフリーレードや、マニフィカと、サルベレジナ、スターバトマーテルなどのラテン語天霊文による宗教曲も優れているが、舞台の挿入歌と、オボ式小曲、アーロビン、優しいロビンは素朴だがしみじみとした表現によって聞く、ものの胸を打つ。フリート監獄で作られた詩のうち唯一現存する作品によると、誤って告発され、 偽りの情報によって有罪宣告を受けたというが、その告発がどんなものであったかは分かっていない。ありがとうございます。